はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけれども、不動産鑑定評価基準の4回目、取引事例比較法について解説いたします。で、前回の動画では、鑑定評価の方式について解説をしました。で、それと合わせて、一つ目の原価法についても解説してるんですね。で、今回は二つ目の取引事例比較法について解説いたします。で、この後の動画、次の動画では、収益還元法について解説する予定です。で、今回は取引事例比較法ですね。で、取引事例比較法っていうのは、もうこれ見ていただくと分かりやすいんですけども、取引事例を比較して、不動産の鑑定を行うといったイメージです。今から鑑定評価を行いたい不動産があります。で、この不動産の価格を計算するために、取引事例、周りでどれくらいの価格で売れているのかっていうのを、収集して、選択をして、で、対象不動産、いくらぐらいになるのかっていうのを計算すると、まあ、いった話なんですね。なので、まず、取引事例を選択してこなければなりません。例えば、物件 A、物件 B、物件 C みたいな形で、3つの取引事例を選択して、で、それぞれについて、事前補正だったり、事情補正っていう補正を加えるんですね。で、さらに、対象不動産と、それぞれの取引事例との、地域要因だったり個別要因を比較して最終的に価格を求めてくる。この取引事例比較法に基づいて計算した価格、資産価格を批准価格という言い方をします。まあ、これは重要なので頭に入れておきましょう。まず取引事例を選択してこなければいけません。その際選択しちゃダメな取引事例があるんですね。それはどんなものかっていうと、投機的な取引。これについては選択しちゃダメなんですね。で、これっていうのは、転売目的で安く買って高く売るといった事例なんですよ。これについては、事例としては適切ではないので、取引事例として選択しちゃダメですよっていう話です。まあ、ここは覚えておきましょう。で、この取引事例を選択する上で、原則どのように選んでくるのかというと、近隣地域、または同一の受給圏内の類似地域から取引事例を選んでくる。これが原則なんですね。まあ、近隣地域っていうのは対象不動産、これから鑑定評価をしようとする対象不動産の近くの地域と考えていただいて大丈夫です。で、同一の受給圏内っていうのは、例えばこの不動産が新宿駅から電車で10分のところにあったと仮定すると、同一受給圏内っていうのは、新宿通勤の方が不動産を選ぶ際に悩むような地域、それが同一受給圏内なんですね。今言ったこの対象不動産っていうのは新宿駅から電車で10分ですよね。逆に新宿駅から向こうに10分っていうものも考えるわけじゃないですか。こういった地域が同一の受給圏内の地域になってくるんです。で、さらに類似の地域って書いてあるのは、例えばこれ住宅街なのであれば、こっちも住宅街。となってくると、ここの地域っていうのが同一の受給圏内の類似地域に当たってくるというところですね。なんで、まあ、近くのところで選ぶのか、そういった同一受給圏内の類似の地域で選んでくるのか、まあ、こういったところから選んでくださいねという話です。で、選びました。で、その後、事情補正というものもします。事情補正っていうのは、この取引事例、これが転勤を理由に売り急いで安くしたと、そういった場合、まあ、通常は2000万円ぐらいで売れる物件なんだけども、売り急いで1000万円で売りましたとなってきた場合、その場合は価格をプラスして補正してあげないと適正な価格にならないですよね。なので、こういった事情を補正しますよ。逆に、この土地どうしても欲しいっていう人がいて、2000万円ぐらいの土地なんだけども、その土地については2200万円で買ったというのであれば、この場合はちゃんと補正を加えてマイナスしなきゃいけないですよね。これも事情補正ですね。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、
効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で続いて時点補正というものもあります。時点補正っていうのは取引事例の時、その時よりも今の方が不動産の価格が上がっている場合もあるんですよね。当時は2000万円だったけども、今は不動産バブルになっていて2200万円ぐらいになっているというのであれば、その分は価格をプラスしなきゃいけないじゃないですか。取引事例にプラス例えば200万円とかしなきゃいけない。これが時点補正ですね。これ逆に今の方が不動産価格下がっているというのであれば、昔の価格にマイナスの補正をかけて考えるといったイメージですね。で続いて地域要因とか個別要因を比較します。これっていうのは対象不動産とその事例っていうのは絶対に同じ不動産ってないんですよね。必ず違うわけです。地域で差があったりとか、また個別に差があったりとかするわけです。例えば地域に差があるってなると、例えば取引事例の物件よりもこの対象不動産の物件の方がスーパーが近かったりとか、また交通の便もいいとか、もちろん新宿まで同一圏内だから10分で同じかもしれないけれども、例えばバスが通っている、高速道路が近いとか、いろんな地域要因があるわけです。まあそういった場合プラス要因になりますよ。これ逆にマイナス要因になったりもしますね。取引事例となっている不動産よりも交通の便が悪いとか、スーパーから遠いとかってなってくると、まあマイナス要因にもなるよって話です。で個別要因、これはその物件自体の話になってくるんですけども、例えば事例となった物件が築2年だった一方で、対象不動産、これから評価をしようとしている対象不動産、築10年だったとなってきたら、これは古いわけですよね。古い場合はマイナスしなきゃいけない。こちらの取引事例の新しい価格と同じわけじゃないので、この価格に若干マイナスをして考えましょう。逆に取引事例の物件が築10年、一方で今から鑑定評価しようとしている物件が築2年というのであれば、これは事例の物件より築浅ですよね。まあ、こういった場合はプラス要因になりますよ、高くなりますよといったイメージです。このように比較しながら計算した価格が基準価格となります。まあ、今回この流れですね、この流れをきっちり頭に入れておきましょう。特に事情補正が何なのか、時点補正が何なのか、また取引事例の選択の仕方、このあたりはよく出題される部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。